今回もです。いつも配信を楽しみにしてます。メルブラーの中で A 君の悪役がひどいので悩んでいます。よく A 君を含めて6人ぐらいの友達とメルブラをします。ランク帯はバラバラで C から S プラスまでいます。私は C で A 君は A です。メルブラをするので当然試合をすることになりますが、 A 君が負けた時に舌打ちやネガティブな言葉をよく吐きます。先月まではそのようなことがなかったため、 A 君の対戦に対するマナーが低下したことにがっかりしています。私や友達の中では A 君と距離を置こうと考えていますが、できればしたくないです。河村さんならどうしますか？なるほど。負けてね、舌打ちをしてしまう、ネガティブな言葉を吐いてしまう。難しいですね、この問題は。これは難しい問題きたな。まあ、身も蓋もない話をすると、一緒に遊んでてつまんねえやつとは対戦しない。これに限る、マジで。これはね、40年間生きてきて、で30年間ぐらい格闘ゲームやってきて思うんですけど、対戦しててつまんないやつと対戦してもつまんねえ。これはマジでそう。これゲームに限んないんだけど、なんか一緒にいるとなんか嫌だなって人はそうそう改善しないですね。若いんだったら結構改善の余地あり、正直。なんか30ぐらいまでだったらギリギリなんとかなるかな。結構きついけど、ある程度大人になっちゃうとなかなかね、きついかな。そうそう治らんね。20代ぐらいが限界かな、正直。ので、だまあ一応でも、できれば、ちょっとこういうの嫌なんで、やめませんみたいな、やめてほしいなって話をした方がいい。で、言うときに、A 君のこと嫌いになっちゃうの嫌なんで、できれば、舌打ちとか、こういうのやらないでほしいんだよな。これ以上やられると俺嫌いになっちゃうんだよな、っていう風に行くといいよ。嫌いになっちゃう、嫌いになりたくないんだよ、お前のことを、みたいな感じの、こう気持ち悪い感じで行くと、うまくいきやすいです。相手は、ね、理解してないことが多い。この発言に、で、相手が不快になってることをそもそも理解していないことがまずあるし、で、理解してわざと言ってる可能性もあるんだけど、相手が、ね、逆のパターンで A 君はもう周りのやつが嫌いでもう舌打ちしまくってもうやりたくねえって本気で思ってる可能性もある。だけどその時にいやお前のこと嫌いになりたくないんだよって言われたらやだキュンってなってなんか意外と好感度が上がってあんまり舌打ちとかしなくなる可能性はあるから結構ねそこの立ち回り大事ですね。何の話だっけこれ。トゥンクってなるからトゥンクってなる。まあでも自分のことを大事にしてくれる人を悪く言うやつはやっぱいないんですよ。基本的に。もしそうだったらさすがに距離を置こうぜみたいな。さすがに距離を置こうぜっつって終わりです。ほんまにやばいやつだったら。だけど、まあ一応ね、やっぱゲームなんで、癇癪持ちというか、負けるとこう、クソガーってなっちゃうタイプの人はいるし、その程度は人によって全然違いますね。マジで何にもならない人、いつもニコニコやる人もいるし、負けが込むと無言になる人、負けが込むと切れ散らかす人、なんかね、いろんなタイプがいます。いるんだけど、まあ、その結構アンガーコントロールって言うんだっけ？まあ、じゃあ怒りのアンガーマネジメントというか、まあ、怒りの解放の仕方がね、A 君は下手さなんですよ。ある程度大人になってくると、というかその、選択肢が増えてくると、怒った時に、まあ、いろんな方法で怒りの発散ができるんで、なんかこう、急にこう変な発言したりしなくなるんですけど、まあ怒ることは怒ると思うんだよな。A 君が怒らないことは今後ない気がする。一度怒り始めたらもう一生怒ると思う。昔は怒んなかったのに今怒るようになったのは、A 君が怒りに気がついてしまったからなので、もう治ることはないですね。ずっと怒ると思う。だけどその怒りの解放の仕方は改善することができると俺は思ってます。って、私は思いますけど、これは俺の考えなんで、別に正解とかじゃないですけど。なんか、そうだね。できればね、距離取りたくないっていうんであれば、嫌いになっちゃうんで、ちょっとやめてほしいな、やめてほしいというか、まだ一緒に遊びたいんだよね、みたいな話を、まあ、次回にね、話した方がいいんじゃないかな、という気はします。なんだろう。何もアクションを起こさないのが一番俺は握手だと思う。お互いずっとモヤモヤだし、何もしないんだったら対戦しない方がいい。マジで。時間がの解決を待った方がいい。そんな気がしてます。はい、そんな感じです。これからもメルブラ遊んでみてください。お便りいただきありがとうございました。